はい、どうも、しこぶです。ちょっとバーンアウトリベンジやっていきたいと思います。なんかまあこれやってる理由としてはですね、なんかこの前ね、なんか知んないけどアップデート入ってたんですね。何のアップデートなのかわかんないんですけど、これもう2005年だか6年のゲームなんですけどね、相当前のゲームなんですが、Xbox One の後方互換に対応してるんで箱一でやっております。まあ前ちょっとやっててですね、進んでんすよね。ちょっとやりますかね。あんまり僕ねリベンジ得意じゃないんですけどあのバーンアウトパラダイスはね、僕すごい好きでよくやってて、あっちは割と得意なんですけど、このね、面食り型の、バーンアウトは、リベンジはすごい難しいです。まあ、もともと、バーンアウトって面食り型のゲームだったんですけど、パラダイスになってから、まあ、あれですね。タイムアタックか。オープンワールド化したゲームですので、まあこっちが本来のバーンアウトなんですけど、本来のバーンアウトの方がまあ苦手というで、やっぱちょいちょいですね、ショートカットを使わなきゃいけないんですけど、あんま僕わかんないですね俺。あ、今もちょっと危ない。これ舞台どこなんだろう。なんかアジアっぽいのがあると思いきや、ちょっとアメリカっぽいのもあるという。中国かな。でも中国語っぽいのがいっぱい見えますね。これ全然間に合わないんじゃない。あ、全然間に合わないですね。これ金むずくない。あ、そしてタイガシルバー、こんな感じっすね。もう一回やりたい。これだから多分何回もやってね、マップを覚えてって記録を縮めていくっていう感じだと思いますね。ロードレイジ、まあ僕が一番好きなモード、これあれっすね、あの車をにあ、あのクラッシュさせていくモードです。まあこれがまあバーンアウトの一番醍醐味のモードかなと僕は勝手に思ってるんですけど、まあパラダイスでも僕このロードレイジはすごい好きでしたね。10テイクダウン。でもね、リベンジテイクダウンむずいですよね。なかなか相手が硬くて全然ね死なないですよね。 OK。でテイクダウンするとブーストがね増えるんですよ。危ない。 T ボーンされるともうやばいっすね。横から突っ込まれると危ない。今自分がやられたんかと思った。 OK、 シルバーゲット。これはちょっと OK、 すごいでしょ。これ当時ね、プレイ2と Xbox 360でね、同時で確か出てて、まあ、PC も 出てたと思うんですけど、あ、やられた。あの時代でこの破壊表現はすごいなと。もうちょい、あと1、うん、あ、もういゴールドまで10、あと4、
10テイクダウンでしょ。やっぱ時間がない。でこれテイクダウンすると、あー自分がやられた。時間が伸びてくんじゃなかったかな。むずいんですよねマジで。いやー自分が死ぬんだがさっきから。やばい終わっちゃう。やばいマジでね。おっしゃ、あ伸びた時間本当にクラッシュさせれない。ダブルテイクダウン来た。たまにああいう2台まとめてがやられた。強引に行き過ぎた。あら終わっちゃった。これ何回かやってると死んじゃうっていう。これはちょっと悔しいのでもう一回行きたいと思います。あリプレイじゃない、リトライできないの、ね、リトライ。もう一回やりましょう。車変えよう。このフェラーリっぽいやつ。しかし本当アップデートの内容がわかんないんですけど、フレームレートの安定とかそういうあれなのかな。まあバーンアウトパラダイスはかなり配信でもやってたりとか、まああと僕がまあちょいちょいあのツイッターとか、あとまあブログとかでもネタにするので、あの僕と関わりある人とかこのチャンネルを見てくれてる人は割とあのバーンアウトパラダイスに関しては馴染みあるかなと思うんですけど、ぜひあのでこのバーンアウトリベンジはあれだったかな、 EA アクセスでできたっけな。箱版だったらパラダイスはあの PS4 の EA アクセスでもできますけど、リベンジって Xbox 版あったような気がしないでもない。これまあ僕買っててやってるんですけど、どうなんだろうね。あったような気もするんで。まあ、でも中古も安いので、興味ある人は、買ってみてもいいかもしれないです。モードがほんといっぱいあるので。なんかあの、いろんな車を事故させて、事故らせて、なんか損害賠償を高く釣り上げるモードとか、まあ、あと単純なレースとかタイムアタック、さっきやったようなタイムアタックとか、ほんといろいろあるので、まあリベンジはリベンジでまあおすすめですかね。僕はまあバーンアウトパラダイスを推したいですけど、やっぱオープンワールドでこの、その、蹴散らすことができるっていう楽しさはあるので。大破。よし。これは金ですね。ゴールド、レーティングアップ。で、どんどんこの星を稼いでって、新たな、ステージを開放していくっていう感じですね。でステージごとにそのレースだったりロードレイジだったり、まあいろいろなそのミッションがあるっていう感じです。ヘアピング
まあ、こういうなんか目標をクリアするとなんか車もらえたりとかもするんですけど。最後じゃあもう一個なんかやって。じゃあレースやって終わりますかね。まあ、たまに僕もこれやってますけど、楽しいですよ。多分8個1 Xbox One の後方互換を使うことでちょこっとフレームレートの安定とかもあるのかなとは思ってるので、まあどうなんかな。ちょっとその辺はでもなんか一部そういうソフトもあるっていうのは聞いてるので、まあやるなら箱1で遊ぶのが一番いいのかなと思いますね。で、今テイクダウンしたライバルが表示されましたけど、あれやることでなんかあんだっけ？普通に抜かしちゃった。いや、すごいこれね、オーバーステアなんだよね。めちゃくちゃ曲がるっていう。内側に。曲がりすぎる。ああ、怖いよ。ああ、ミスった。でもなんか敵が僕の王さん、そうなんですよね。レース中にこれね、星稼いで、だただ1位になるだけでもこれ多分ね、全部の星もらえないはず。早いな。うわ、対向車線。よし。蹴散らしたぜ、危ね。蹴散らした後のタイミングですぐ柱とかあったらもうどうにもなんない。危ね。もう対向車線なんでね。これ危ない走りとかをすると評価が高くなるという。なんか。ほんとクレイジーなゲームですね。危ねえ。いや、僕はね、これほんとツイッターとかでも何回も言ってるんですけどね、このゲームのバトルロワイヤル出たら最高に僕盛り上がると思うんですけど。危ねえ、負けた？最後抜かれたんじゃない？大丈夫？あ、よかった。獲得ゴールド。いや、絶対面白いと思うんですよね。オープンワールドで、まあ60人、5、60人ぐらいを、まあ、人数の上限として、潰し合うっていうモードあったら、モードっていうゲームあったら面白いと思うんですけどね。EA 頼むよ。ちょっとバーンアウトのプロジェクト止まってるんでね。ニードフォースピードに確かスタッフ取られてんだっけな。なんか動いてないので、そろそろ新作を期待したいなということで、まあそういう願いも込めてですね、今回この動画を上げさせていただきました。ということで、バーンアウトリベンジでした。皆さん興味ある方は、安いので、PS2 か Xbox 360か PC でご購入ください。では、ありがとうございました。